今日のゲームを振り返りましょう。昨日ファイターズの勝利を受けての第2戦です。ディクソンの立ち上がり、先頭バッター西川ヒット、少しこう不安はありましたね。そうですね。その後ツーアウト二塁一塁でバッター5番の小屋の低めのカーブをうまく打ちました。ライト川端下がったんですが、グラブに当てて取れません。ランナー2人が帰ってきます。そうなんですね、はい、ファイターズが2点を先制します。そしてバファローズは1回から5回まで上沢の前に完全に封じ込められていたんですが、ノーヒットで迎えた6回、ワンアウトの後シュンタがフォアボールを選びます。ストレートのフォアボールですね。でこの辺ちょっとリズムが狂い始めたのかなとは思いましたけども、うん、その後伊藤が送って1番の原しぶとくセンター前。さあこの1点でゲームが動き始めました。2対1、ガッツポーズ。してその直後7回またゲームが動きます。先頭バッターミランダ、佐藤達也からこの一発、変化球スライダーですかね。そうですね、これも完璧な一撃でした。このホームランで3対1、ファイターズのリードは2点と変わります。ただその後満塁のピンチを迎えるバファローズはあるんですが、そこで比嘉が踏ん張ります。まず陽をスライダーで三振、これで2アウト。さらには中田翔に対して内側から投げてきました、三振。この満塁のピンチを比嘉が抑えます。これも大きかったですね。いや本当ですね、ここで追加点されたら流れはね、一気に2本あるんですからね。7回先頭バッター糸井がヒットで出塁します。まあ、その後ツーアウトになってツーアウト一塁から川端がよくつなぎました。いや本当です ねライトへのツーベース、これで二塁三塁。ここで上沢はマウンドを降ります。2人目のピッチャークロッタ、そのクロッタからバッターヘルマン、初球でした。この一撃、左中間真ん中を割っていきます。この当たりでランナー2人がホームに帰って同点、3対3。ヘルマンの一打、しかし8回ファイターズがチャンスを作って代打稲葉、マハラからうまく打ちました。センター前へのタイムリーヒット、近藤がホームに帰って4対3、またファイターズ勝ち越しに成功します。ただその後の満塁のピンチをね、バファローズはしのいでいます。それが効いてくるんです。8回ツーアウトランナー二塁一塁で4番の T 岡田、谷本からスリーランから5球目、打った瞬間のホームランでした。このスリーランでゲームをひっくり返したバファローズ6対4。まさに4番の一振り。9回はランナー出すんですが、その後平野がしっかりと打ち取ります。小屋の三振、中田翔も三振、そしてツーアウトを取って近藤はセカンドゴロ。これで試合終了6対4。第2戦バファローズが勝利を手にしています。